張宗省は中華民国の軍人。北京政府、法天派の有力者、三刀将の支配者で、詩人として知られる。字は海筆寺猿。幼年期から青年期にかけては部来館として育つ。侵害革命後から民兵として活動したが、1913年の二次革命では、兵国省の敗下となった。1916年春に陳その美が、 上海で放棄すると、蝶は、配下の栄一長を派遣して、陳を暗殺した。この功績により、兵から抜擢されるようになる。同年11月に、兵が副総統に就任すると、蝶は、自重部官長に任命された。後方戦争が勃発すると、1918年に、蝶総将は、イケル軍第六根成旅旅長に任命される。 厚生省へ出征したが、南方政府軍に大敗してしまう。1921年には、軍そのものを運営し得なくなり、厚生特軍、陳公園に軍を解散させられた。蝶はただ一人で北方へ逃亡した。その後、直令派の指導者となっていた総根に任用されようと願ったが、ご配布の反対で失敗に終わる。そこで、蝶総省は、 法天派の張作林を頼った。1922年、張宗省は、張作林に反旗を翻した、反乱軍を撃破して、その敗山軍を吸収する。さらに同年冬には、中国国内に闘争してきていたロシア白軍も、吸収した。これにより、張宗省は、法天派でも有力軍人とみなされるようになった。1924年の第二次。 笹口家戦争では、長総省は、チミ軍第二軍副軍長に任命され、軍港を挙げた。戦後、弾気随による、失政政府が樹立されると、長総省は、戦部軍第一軍軍長に任命され、上海に駐屯した。1925年2月、長総省は、イケル官路三省総費総司令に任命され、助手に駐屯した。そして、 朝作林の後押しもあって、同年4月、朝総省は、三島軍務、ただし弁に任命された。三島省での朝総省の支配は、その過酷さや残忍な処刑等により、悪な高く、苦肉将軍と呼ばれるほど民衆から憎まれていた。法天派の他の軍人たちと同様に、日本の後ろ盾を得ていたことなどもあって、民国14年5月、沈桃における、 日本の宝石工場で起きたストライキには大規模な弾圧を加えた。また、支配の過程でかき集めた大量の資材は大連の日本資本の銀行に貯蓄していた。同年10月、石膏軍務正弁尊連邦が兵玉省の国民軍と連携して法典派への挑戦を開始し、朝総省もこれを迎え撃った。その後、笹口家戦争で一時弱体化していた。 直令派のご配布も参戦し、情勢は国民軍隊直令派、法天派連合となる。12月、張宗省は自家の連ね軍総司令を辞任して、北京の国民軍への攻撃を開始する。1926年4月、張宗省は、兵の国民軍から北京を奪った。このほか、無学ゆえに帰って、旧学への戦望が強かったと見え、 北京に入場した際には、下北の各学校で、孔子教育の復活を強制するなどしている。暗殺された、蝶宗省の遺体1926年7月に、中国国民党は北伐を開始し、ご配布と、孫殿坊の軍勢を撃破した。蝶宗省はこれに対抗して、12月に、孫殿坊と共に、張作林を暗黒軍総司令として擁立し、自身は、 暗黒軍副総司令兼ジ路ロ、貫軍総司令として、ジ路ロ貫軍を率いて南下した。しかしながら、翌1927年以降になると、朝の軍勢は、北伐軍に暗気省や上海など各地で敗北を重ねた。南京を退却した時には、南京事件が起きた。結局バリは、山東省へ逃げ戻っている。 三島出兵で日本軍の支援を得て一息つくものの、1928年4月に国民革命軍が北伐を再開すると、もはや劣勢を挽回する余地はなかった。6月4日に超作林爆殺事件が発生すると、超は考えへの脱出を図るものの、法天軍閥を掌握したばかりの超学良が受け入れを拒み、9月に、白、 高敷軍の追撃を受けて、全軍覆滅に至ると、日本の保護を求めて、大連に逃亡する。その後も、朝は、山東省での再起を格索し、1929年に、日本の支援のも軍を率いて延大に上陸するも短期実で、鎮圧され、日本に亡命している。満州事変勃発後の1932年に、港日を、大義名分として、 三島省に帰郷して再起を目論むも9月3日に依前張りに処刑された国民軍軍朝廷金製の老い丁次主義によって災難役で視察された。この暗殺には三島省政府主席半福が背後で糸を引いていたと言われている。去年52中止避難者連合会 1927P4 ありがとうございます。